1990X年、太陽学園で何名かの生徒たちとジムの女性が行方不明になる事件が起こった。学園が混乱する中現れたバツは、独自に事件の調査を始めようとしていた。お前らな、いい加減俺をつけ回すのはやめろ。君はあの事件のことを探ってるんだよね。私も混ぜてよ。理由を強いて言えば、風紀委員としての義務だ。ご苦労なこった。とにかく何の事件か知らねえし、関係もねえ。生徒でしょ。襲撃されたって本当ですか。変だな。君たち他校の生徒がなぜ学校が隠しているはずの事件のこと。口の聞き方には注意しろよ。貴様らを生かすも殺すも僕たち次第なんだぜ。まさかてめえらがやったのか。ふん。だとしたらどうする。僕には勝てない。カウンオケは用意したか。ラウンワンファイト。ガッガッヘイ、ガッガッヘイ、ガッガッタッチダウン。よっしゃー。ガッ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 ヘイ、フィッター。ガッ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 ダウン。一つ覚えってやつだ。ラウンド2ファイト。頼んだ。てめえら母さんをどこにやったんだ。母さんって。日本人にしてはなかなかやるじゃないか。まあ特別に教えてやろう。貴様らの高校を襲ったのはジャスティス学園さ。嘘。ジャスティス学園って超エリート校の？どうして？ユーたち知りたいか？でも教えてあげないで、ミーたちに任せておくことね。そうか、襲われたジムのおばさんって実はバツのお母さんだったんだ。知らねえよ。とにかく興味本位のやつは迷惑なんだよ。迷惑ってそんな、私は学校を守りたいだけだよ。ほらそこのクズども、総番長やったらまさかてめえらじゃねえだろうな。何のことか分かんねえが俺たちとやるってのか。覚悟しろよ、手加減はしねえからな。俺たちだってささっきまで迷惑って言ってたのにね。まったく、こっちこそいい迷惑だ。僕には勝てない。逃げんなよ。ラウンド1ファイト。そらよ、決めるぜ。こっちだ。
遅い！よっしゃー！チュッ！うわっ！一つ覚えってやつだ。ラウンド2ファイト！チートばかり油断したわい。よっしゃ、もう一度勝負じゃい。ガン、やめろ。いきなり襲ってすまない。我々は総番長を失い、気が立っていたのだ。こんな奴らに謝んじゃねえよ。失った、殺されたの。そんなことは聞いてないぞ。京介、ここまで来るとは随分強くなったな、松代。誰だ、あんたら。なぜ俺の名前を知っている？覚えていないのも無理はない。お前が赤ん坊の頃に会ったきりだからな。まあいい、率直に言わせてもらう。君たちにはジャスティス学園に来てもらうぞ。え、ジャスティス学園？あんたたちが学校を襲ったのね。僕には勝てない。極めるとしよう。ファイナルラウンド、ファイト！悪いが、彼女は我々が預かる。罰、わしの息子よ、再び会おうぞ。あいつが俺の親父？じゃあ、なんで母さんは誘拐されたんだ？なんてことだ、僕のせいか。くそ、わけわかんねえ。とにかくあいつらを追うんだ。あんたたちヒナの友達でしょ？伝えてほしいことがあるのよ。放っておいてくれ。今はそんな気分じゃない。お前らの気分なんか知らねえよ。こっちは急いでるんだよ。うるせえ！てめえらこそ俺たちの邪魔をするんじゃねえ！
僕には勝てないいつでもおいでラウンドワンファイト決めるよになるのさ。ごめんよ、おいらまたやっちまった。だからジャスティス学園に負けるのかな。すまね、俺の方こそヒナタを連れ去られてどうかしていたぜ。ヒナ、本当なの？急がなきゃ、大事な親友を失ってたまるもんですか。僕だって失いたくなんかないぞ。バツ、もし僕がさらわれてもお前助けに来るか。なんだよ気持ち悪いな。当たり前だろバカ野郎。そうか、そうだな、当たり前か。君たちは太陽学園の生徒ですね。気をつけ、気をつけろ。こいつら何か様子が変だぞ。分かってるさ、バツ。来いよ。今までの僕とは一味違うぜ。僕には勝てないよ。仕方ない。ラウンド1ファイト。チョッチョッフ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 ッお許しください。うりゃっさばきの時間だ。さばきの時間だ。おいしゃクロスカッタ。なんだサバキの時間だ。チューヘイオンミービクトリー。貴重な攻撃だ。ラウンド2ファイト。おっしゃー。
甘い遅い。一つ覚えってやつだ。 一体何をしていたんだ。 ジャスティス学園の奴らに洗脳術をかけられていたんです。 殺そうとした奴を助けるなんて、まったくおかしな奴らだ。一緒に戦う奴はほっとけねえんでな。本当におかしな奴らだよ、日本人って奴は。 僕も目が覚めたようだ。もっと早くここに来るべきだった。何ブツクサ言ってんだ。早速敵さんがやってきたぜ。僕には勝てない。ラウンド1ファイト。 遅い。準備は良いか。 おい、てめえら、母さんをどこへやった。ひなたは無事なのか。誰だそれは。大地、ここはどこなんだ。やはりダメだ、こいつらも洗脳されてて。くそ、中に行かなきゃ分かんねえか。 来ると思っていたぞ。さすがは私の息子だ。あんたが親父だって言うなら、なぜ俺の母さんを誘拐した。雫のことか。雫がどうかしたのか。しらばっくれるんじゃねえ。母さんと日向を返しやがれ。日向君ならここにいる。自分たちの力で奪ってみせたまえ。 やはり日向のか。まさか母さんもそんな目に。あんたが
俺の親父ならなおさら許せ。僕には勝てないよ。遊びじゃないよ。ラウンド1ファイト。その通りだよ諸君。ま、京介は周知のはずだがな。誰？どこから聞こえるの？兄さん。兄さんだって？京介、愚民どもと遊んでいるうちに血迷ってしまったようだな。あの時、僕が罰の母親を誘拐したのは兄さんに逆らえなかったからだ。でも今は違う。僕は大切な仲間と自分自身のために兄さんを倒す。私は大切な友達のために。俺は仲間と母さんのためだ。くだらん、実にくだらん。それで私が倒せるとでも思ってるのか。僕には勝てない。我が剣味わうがいい。ラウンド1ファイト。遅い。
round two, fight! はい、行くぞ。 弱い。見るがいい。ジャンプ。弱いだもんだ。ノックダウン。ビクトリー。 雷蔵は倒され、罰の母親は無事に助け出された。そしてようやく太陽学園にも平和が訪れた。しかし京介だけは知っていた。自分の兄を倒さぬ限り危険は決してなくならない。以前ならば迷っていただろう。だが今の兄をかばうことは偽善にしか過ぎない。 倒すことと救うこと、それができるのは自分だけ。その決意はもう揺らぐことはない。兄さん、その声は京介か。 なぜ厳しい修行を積んだ私がお前に負けたのだ。お前は一体どんな修行をしたのだ。僕自身は何も変わってない。何をやっても兄さんに勝てなかった、あの頃のままさ。ただ僕は気づいたんだ。信じ合う心があればどんな困難にも打ち勝つことができることにね。信じ合う心。 何か遠い昔に忘れてきたような気がする。兄さん、大丈夫。今からでも遅くはないよ。そうだ。私もお前たちのように。そうだよ。必ずできるさ。これからは一人じゃないんだから。